はい、フェリーズの登場です。
前髪が伸びてきたので今日は上げてみました。おでこがおでこえいちゃんかっこいいよ。かっこいいよ。めっちゃで今日もパワー全開で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。稲森かこです。今日は日曜日ということでサンデーですね。はい、皆さんサンデーサンデーイエーイ。今日も楽しんで行きましょう。よろしくお願いします。はい、ともかです。ちょっとリカコの後何言っていいか分かんないけどちょっと困らないけどごめんね。じゃあちょっと普通に普通な感じで今日も皆さんの映画をたくさん見れたらなと思ってます。よろしくお願いします。榎本空です。日曜日ということで、皆さんね、まあ他に遊びにも行かずフェアリーズの現場に来てくれたので、私たちも精一杯、皆さんと一緒に、楽しめるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、藤田メディアです。今日は皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。それでは早速抽選会スタート。毎回このコーナーこれでも好きよ私。はい今日は何が当たるんでしょうか。今日は、メンバーの、直筆サイン入りの生写真、しかもキラキラのやつですね。多いねこれが、2名の方に当たります。そして、あと一つはチェキですね。メンバー全員と、一緒に当たった方が、チェキが取れるというものになっておりますので、かなりここでねこう出てきて一緒に取るというのは、まあ、皆さん見られながらなので、まあ、恥ずかしいとは思いますが、ちゃんと恥ずかしがらずに手を挙げて出てきてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、それではね、皆様握手会参加券に整理番号が振ってあると思います。それが皆様の当選番号となりますので、お手元にご用意をいただけますでしょうか。で、今から3桁の数字読み上げますので、該当の方、当たった方はね、はいと挙手の方をお願いいたします。はい、それではまずキラカード1人目いきましょうか。はい、いきますよ、せーの、ドン。0、50、1番51番。PV 公開しましたが、皆さん見てくれましたか。見たね、PV の。あ、そうですね。そうだそうだ。ちょっと変わったりしてる。ちょっと違う。ちょっと違います。まあ、でもミシちゃんとミリアルそう、でも PV の時ミリア髪が長くて、あ、そうだ超長かったさ、こないだの日撮りながらさ、あのさミリア髪長くなかったって言われて、あれおいそくらいまであった。長かったよね。すごかったよ。それ、女、え、ここぐらいまであったのバッサリこんな、そう、3、40センチぐらい。すごい、それ、相当な勇気いったよね。え、最後30、3、40センチ着てみたら、まあね、すごいバッサリ切って、ね、まあ、だいぶイメージが変わりましたけども、まあ、どうでした皆さん、PV 見て。結構だいぶ大人っぽく仕上がってるんじゃないかっていう。おー、ありがとう。他は聞きたがるね。大人っぽい。おー、だって本性が経緯だって大人ですからね。なんていうか、あれ他は聞いてない。かわいい、かわいい。お、キラキラ、キラキラ、そうキラキラ、そうすごい。え、でもあの2番からあ、そうじゃ急にね、急にね、白にバンってなって、白いってたのに黒くなるよね。そう、衣装がね、衣装が黒くなっちゃう。なんかさ、背景も黒くなってさ、なんかすごい急に変わるじゃん。赤い色も、そうそう、振りとかがさ、私、じゃじゃじゃ
モモカ以外がさ、こうバッてやってモモカがさなんかすごい強いボスみたいな感じで。まあな、なんだよ。あたしだろ。まあ分かるけど、楽屋でね、楽屋パンチを。え、でもでもクッパみたいなやつ。でも空のラップもかっこいいですよね。かっこいい。ね、ありがとうございます。超かわいい。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 こんなラッパーな一面があるとはね。まさか。そう、グローブもしてるしね。そうですよね。すごい強そうです。あのね、あの PV で着てる衣装とまたちょっと違うんですけど、PV で着てるやつはグローブがここだけのやつで、なんかトゲトゲがここについてる。怖い怖い怖い。クッパ殴ったり。クッパじゃん。クッパじゃない。クッパに言われたくない。なんでメンバーの中に2人のクッパがいるの？おかしいでしょ。おかしいし。クッパの押し付け合いしないで。別にクッパ悪いやつじゃないから。ミニクッパだから。ミニクッパ？クッパ押し付け合うのなんなんで、まあ、アイラーとってリカコがクッパなんで。全然違う。あの人ね、いっぱいいます。弱そうなクッパですね。弱そうなクッパですね。弱そうなクッパですね。ビーズにクッパはいないですからね。はい。ですけど。え？何の絵なの？え、リガゴがクッパだったらミリアキノピオがいい。じゃあ着替えて。いや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 。でも、まあ、名前的にはモモカだけどピーチ姫っぽくないですか？おお。え、なんでそんなミリアっていつもいい役なの？なんかいつもさ、ミリアだったミリアいい。そう、なんかメンバーの中で、なんか何のキャラクター、そのアニメの中でのキャラクターとか遊んでやるんですけど、みんなゲゲゲの鬼太郎でやって、で、みんなすごいんですよ。なんだっけ、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 私は猫娘。ぽいよね、ぽいよね、ぽいよね。みんな納得。この記事。私もリカコはすごいぴったりだと思う。砂かけババア。つらい、マジでマジでつらいよ。なんか砂かけババアって感じですよね。ジジネ言われてるんじゃない。ネズミ男。やっぱ納得するんだ。一旦もめ。もう見えなかったよ。さっきは私クラスクラス。私一番ひどいよね。なんだっけ。なんだっけ、忘れる。何目の模様じゃない。いや、一番いい、いいとこです。いいじゃんね。美味しい。なんでじゃん、北郎がいないって言って。いつも主人公いないよね。でも割と納得しますよね。他のね、アニメでもやってるから。結構面白いですよ、やってみたらね。みんなね、みんな周りの人ね、あれだと、あの人はあれだな、砂かけババアだな。じゃあさ、じゃあさ、2部もさ、発表しよう。あ、そう、別のアニメで。来てねー、来てねー。何このシリーズ。やるんだけど、このシリーズ。その他のアニメで例えると、何っていうシリーズを聞きたいがために2部に来る。もう待って。私だったら。パフォーマンス。まあ、パフォーマンスもするとして、ちょっとこの話はそんなので置いといて、新曲ですよ。そうですね、遠くに置きましょう、この話は。遠くに、2部のために置いときましょう。そうですね。はい、ということで投げたピッチャーいるんだけど、どこに。タマプラ突き抜けたよ、もう。北極行った。スーパーヒーローの話してもいいですか？しましょう、してください。はい、まあね、もう PV も上がっておりますが、はい、この後はスーパーヒーローのラブミーラブユーマーを披露させていただくということで、はい、振り付けのポイントいきましょうか。そうですね、左手がパー、右手がグー、これを合わせるとスーパーヒーローポーズと言います。大丈夫大丈夫。マジでキャラ分かんない。キャラ分かんない。ちょっと楽しくなっちゃってね。そうだそうだ、ガイドさんね。そうだそうだ。あのね、よく聞かれるんだけど、私たちね、いつもこっちでやってるんですよ。マイクはないから、マイクこっちでやってないですけど、本当はこっち、本当はこっち。 PV を見ていただくと分かると思います。 PV はみんな左手パー。 PV の本当の振りでやるとこうなっちゃうんで、こうなっちゃうんですよ。そう、こんなものが OK ポーズっぽくなっちゃう。 OK ポーズっぽくなっちゃう。
そう、ね、だからいつも私たちは振りの中ではパフォーマンスしてるんですけど、それでなんかちょっとあの戸惑っちゃってる方がいたみたいなんで、あの本当の振りは今リカ子が言ったように左手がパーで右手がグーの、はい、スーパーヒロコです。これお願いします。あの曲中に何度も何度も出てくるので、ぜひともタイミングをつかんで一緒にやってもらえたら嬉しいなと思います。そしてサビの部分で出てくる拳をガッと上に振り上げるこのポーズ、これみんなでやってぜひとも一体感楽しんでいきたいなと思っております。当たったないで、うん、当たったごめんね。でですね、うん、ちょいちょい暴力振られてる喧嘩しないの喧嘩してない、してないでね、うん、Love Me Love You One という曲なんですけども、うん、Wow っていうのと Hey っていうところがあるんですけども、まあ、そこをね、あの、まあ、私たちは Wow ってやったり Hey ってやったりしてるんですけども、まあ、一緒な感じにやってもいいですし、もうなんかもっと私はもっと面白くできるっていう人がいるなら、おお見たい、おお、そこ見ちゃうかもしれないですね。そうそうそう、でも見る、もしかしたらその振りが逆に採用されちゃうかもしれない。おお、変更、まあ、変更する可能性もあります。まあ、なきにしもあらずということですね。そうそう、なので、ね、皆さんにも、ね、こう自由に、一緒に「ウォー」っていうのと「ヘイ」っていうのを一緒に、やって盛り上がっていただけたらなっていうふうに思います。はい、はい、それでは早速いきたいと思います。皆さん声出せますか？イエーイ。それでは聴いてください、スーパーヒーロー。光り立て続け、 Thank you。
ります。皆さんそちらの方にもぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大きな拍手でお送りください。ヘアリーズでした。ありがとうございました。